ンリーダーの田野井坂です。感謝。はい、ということで僕ちょっと体ガタガタなんですけれども、昨日ロアッソ熊本戦の前にレジェンドマッチを行いまして、非公認応援副リーダー谷口勲に来ていただきました。感謝。やっとりすな。はい、ということで今日はね、この2人でレジェンドマッチをひとまず振り返っていこうじゃないかという。いつ行われるかも分からなかった中でのレジェンドマッチがようやくね11月7日に開催されまして、どうだった？率直に最高でしたね。そうだね、もう最高っていう一言にも全部が凝縮されてるね。まあ、1日通すとほんま素晴らしい天気になりましたね。昔戦った仲間との再会もできたし、こういうことがいろんな人の協力で行えたっていうのもそうだし、トップチームのためにすごいいい雰囲気を作れたんじゃないかなという気持ちもありますし、それありきの話ですからね、レジェンドマッチ。そうそうそう。で、熊本戦ね、はい、見事に 4-1 でスタジアムの雰囲気と、選手のモチベーションもちょっとでも上がれば、っていう部分でトップの選手たちのモチベーション、会場の雰囲気が良くなるためのレジェンドマッチですからね。もうちょっと声張ってもらっていいですか？全然届いてないかもしれない。疲れてますから、昨日ね。40分、久々にもう1年ぶりぐらいだよね。いや、ほんまに俺スパイク履いたのもつい2週間前にいよいよ履かないと1回やってみなやばいってなって、開催自体が実は1ヶ月前ぐらいに決まって、みんなそこから準備をしだして。そうですね。高野浩二君現役時代68とかそれぐらいだったんですけど、まあ、80キロですから80キロのね、体を引きずって満を持して出場してくれましたし、僕もちょっと太ったって思ってたんですけど、おうおう、周りの先輩たちがちょっと太ってるからそう、見てた人からなんかシュッと見えたよみたいな。そう、よかったね。プチ同窓会みたいな感じで、みんな現役引退してちょっと社会に揉まれて恰幅が良くなってるっていう。そうです ね、会った瞬間みんなそうでしたもんね。あ、ちょっと太ったなみたいな。で、みんな結構サッカー選手の時ってこう尖ってるっていう部分がすごいあるんですけど、もうね、引退してるから、特に2割ウヘイ君とか現役中めちゃくちゃ尖ってて、なんだよ田野コラみたいな感じだったんですけど、いや、そこまではない、そこまではないか、そこまではないですけど、めちゃくちゃ優しかったけど、練習中とか、そうですね、プレー中はそうだった、ね、はいはい、だけどあの竜兵がすごいやんわりした雰囲気で、もうなんか子供もいるんですけどね、本当にパパっていう雰囲気しか持ってないような、みんな丸くなってましたね。てたね、堤ぐらいじゃないですかね、変わってなかった一人だけウォーミングアップの時にちゃんとアップしろって言ってるのに、ずっと携帯でムービー撮ってた。あ、そうなんですか。そう、またインスタグラム、ツツスタグラムに上げるネタをね、多分最終してたんじゃないかなと思いますけど、で、その日の、メインイベント、ロアッソ熊本戦、見事にトップチーム4対1で勝利してくれました。皆さんの応援があって、でそのトップの選手の頑張り、周りを支える人の頑張りもちろんなんですけど、一番振り払ったのが包帯で入って、カツでしょ。え、なんで言うの、さっき今から俺が貯めて言おうとしたの、これカツでしょ。そう、カツ入ってきてファーストタッチでヘディングでゴール、去年の栃木 SC 戦以来、 J2 の栃木 SC 戦以来のゴールということで、あの喜び方見たでしょ、松戸の。カツからしてもあの会場に行ったらみんな全員してメンバーとか、ね、JJ のマッチもそうやし、う、熊本出身じゃないですか、かける思いは強かったと思います。本当にそう、熊本のサポーターの方々も400名近く来てくださったんですけど、田辺君、はい、畑選手、はい、去年まで熊本にいましたね。そうです、ね、なので紹介の時に拍手してくださったんです。でもかっちゃん、まあ、熊本出身だけどロアッソには入ったりはしてないのに、カツオが紹介された時も皆さん立って拍手してくださって、
あれを見た時にやっぱりこう試合だけじゃないこうサッカーの素晴らしさみたいなものを感じさせてもらいましたね。逆もそうだよね。そうだね。帰ってみた時セレッソとこの間試合させてもらった時に、はい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 、アンジュース帰ってきたヒーローじゃないですか。そう、キーパー早く出てくるでしょ、ウォーミングアップみんなより、はいはいはい、10分早く出てくるから、はい、ジュースが出てきた時にまず大拍手ですよ、はいはい、鹿児島のサポーターから、はい、で、選手紹介の時またジュースに拍手ですよ、はい、試合で入場してきた時もジュースに拍手ジュースがノリに乗っちゃってファインセーブされて結局勝てなかったっていう。すごかったですね、あの一本最後の方止めたですね。そう、あれはもうジュースじゃないと止めれない、あの大きさでガタイであれだけの俊敏性を持ってるって。韓国代表お願いします。韓国の方々見てたらサッカー関係者オリンピックジュンスオリンピックよろしくお願いします。僕たちのためにお願いします。お願いします。またそれで動画1本撮れるから。いやお前YouTuber かも。違うだろ、クリーダーでしょ。はい、ちょっと話は戻しまして、はい、まあそれぞれウォーミングアップからね個性が出てましたよね。そっちなんかすげえまとまってましたね。こっちはもう団結だけ。俺が無理やりね、めんどくせえな田上このハゲっていうのを聞こえてきましたねちょこ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 、でもちゃんと言うこと聞いてくれる。いいですね、うん、僕らの方はもう緩い感じで一旦ボール回ししますかみたいな。でボール回ししたらみんなやっぱちょっと熱入ってくるじゃないですか、はいはいはい、ほんでやりすぎてみんなも疲れてきて一旦やめましょうみたいなで休憩して中畑優希さんが言ってたんですけど、はいはい、ウォーミングアップの最初の5分が、うん、今日のピークやったんですよ終わった後だから立ち上がりね、あれガチらしいっす。嘘でしょ。あれはガチらしいっす。前半すぐドリブルで仕掛けて、はい、カットインしてもカットインしてシュートチャンスだよね。シュート打つだけだったじゃないですか。でなんかちょっとこける感じになって、いや誰もいないってことはもらい、もらいに行ったかなと思ったじゃないですか。なんかまあその雰囲気もあって全くのガチらしいっすからでね、あの会場の雰囲気ですよ。ああ嬉しかったね。久々にね、あのピッチでスパイク履いてユニフォーム着て立って入場の時ちょっと俺鳥肌立ったんだけど。そうですね。あとやっぱこう整列した時ね、こうやってなんか前後ろ見たらやっぱ嬉しいですね。ね、あれってやっぱりこう選手じゃないと見えない景色でもあるし、あこのチームにいてよかったなって思う瞬間でもあったし。そうですね。あで入場の前ですよ。煽り動画ってよく言われるんですけど、はいはいはい、入場の前に盛り上げるための映像があの大型ビジョンで流れるわけですよ。あれもわざわざね、はい、準備して作ってくださっていろんな方の協力でやっぱテンション上がるもんだよね選手。いやあれ嬉しいですね。ああいうのあったよね試合前に。でいざ試合が始まりました、はいはいはい、でキックオフ、みんなキックオフ前はもう自分のイメージが膨らんでるわけですよ。全員まだ現役の頭でいましたから始まる前は。そうだね、なんやかんやちょっと太ったなって言いながらも始まったら動けるぞと自信に満ち溢れてって表情はね、みんなね、うん、皆さんの拍手と、はい、ある雰囲気でしょ、はい、みんなでもう胸張ってこう入っていったの入場もあの姿もう一回みんなに見せた。見せたいよね入場の時と始まって5分くらい経った後と俺もうやばいって思った。俺もやばいと思った5分くらいでね、はい、ただでもそんな中でも前半、最初の得点が生まれたのがロングボール来て小原くんのクリアミスを僕が運んでクロス上げてで栗山君が決めてくれた。ちょっと触ったんですけどね。そう伊沢の足に当たってやべって思ったけど僕の気持ちの方が上回って栗山にボールが流れて、なんか現役時代を思い出させるような栗山選手のシュートで、いい流れですよね。うん、点数今日入んのかとちょっといやほんま思いました。心配だったけどね。あのやっぱお互い負けたくないから、ああいうレジェンドマッチってちょっと緩いとこがあって大体ああいうのでも簡単に点決めたりするんですけど、負けたくないからお互い、うんうん、守備めっちゃしっかりしましたもん。そう、攻撃陣はゴール前まで行けない時間帯が結構あって、見ている人たちにちょっと申し訳ないなと思うぐらいな感じで、前半 1-0 というね大変申し訳ない試合になってしまいましたけど、すいません。まあ後半に入って同点に落ちたよね。同点ゴールが PK やったから、山田の PK、はい、なんで俺が PK だったのかちょっと分かんなかったんだけど、あの場面多分ボクちゃんも俺らの試合のちょっと不甲斐なさにやばいなって感じてくれて、クロスのところからなんか接触があってファウルを取ってくれたんだけど、ボクちゃんにまでキーを使わせて申し訳なかったな審判の、本当に申し訳ない。けどあの1点ぐらいからちょっとね、そうで、我々のチームの2点目が辻隼人、トミさん の, あのイメージ通りのパスから辻隼人が抜け出してキーパーまで抜いて決めるっていう。本庄さんずっとオフサイド言ってましたよね。あれもちょっと現役時代の本庄そのままでしたで竹下に怒られて、何止まってんだよ本庄って、現役時代となんか、ね、思い出させる場面が ね, いですね、多々出てきましたけど、辻選手のゴール誰も喜びに行かないという、俺がね一人でタッチに来ましたけど、で次喜びに行く元気がなかった。あそういうことか。で、同点に追いつかれたのが、フォレスト。足だったよ。ワンちゃんが誰かが、
ワンちゃんが誰かが打ってその跳ね返りをポストに当たって、おうおうおう、バインって跳ね返ってきたやつを俺がゴール前に立ってて、でなんかここに来たやつをポンって、え、お前ポジションどこ？センターフォワード。センターフォワードでいいか。みんな疲れすぎて走られへんからお前前行けみたいになって、伊沢が一番動けてたんじゃない？多分ね、うん、そっちチームは。伊沢のゴールで同点に追いついて、はい、でこっちの3点目ですよ、はい、もういろんなところから倒すから仕掛けろって言われて、で仕掛けて仕掛けて、で PK もらいに行こうと、はい、でね、あのお互いの監督ですよ、FC 鹿児島の監督、そしてユナイテッドの1年目の監督をしてくれてた大久保武史さんにキッカーを出して、で常松さん、ずっとね、あの現役時代も常松さんはアルビレックスかな、新潟でね、現役の選手として、あのプロとしてキーパーでプレーしてた時代もありますけれども、ボルカの監督をしてた常松さんにキーパーをさせて、因縁じゃないけど昔の監督同士の対決を PK で再現しようみたいな、こうさせてもらいましたけど、そのための PK を取ろうと、で1回目行ったらアキラに思いっきり倒されて、その時俺膝痛めたんですけど普通に倒されたのにモクちゃんが流すというありましたよね、うん、サイドね、そう、非常にちょっとただ俺が痛いだけっていうそれもノーファールと、ノーファール、もう その時点で俺足つけてでもう頼むからっていう中で仕掛けた時に本庄さんが足をこう、 あれはガチですよ、 ガチです、あれはガチで引っかかって倒して PK で、そのお互いの監督の PK のシーンがやっとこう見れたっていうね。でもお客さんもなんかすごい喜んでくれてたから、わーって盛り上がってました、うん、それが嬉しかったなと思いながら、ああいう形でこうイベントを盛り上げることができたっていうのは非常に良かったなと思いながらですけど、それで我々、田上チームが追加点を取って勝ち越して終わろうかという中で、やっぱりあの男ですよ、赤尾チームの3点目を取ったのが赤尾明と、はい、まあ多分ね今映像がこう流れてると思うんですけど、我々あの脳に酸素がいってないので、あんまり鮮明に覚えてませんけど、現役時代のこうそういうシーンとかってめちゃくちゃ覚えてたけどね、めっちゃ覚えてる、1年ぶりにやった試合でもそれどころじゃない状況だったのでね、ちゃんと鮮明に映像を覚えてませんけど、今流れてるようなこう映像がね、で、あの赤尾くんが3点目を決めてくれて、さすがでしたね、あそこで締めてくれるあたりで、またあの普通にしても面白くないっていうことで他の選手から批判されましたけれども、赤尾チームのフリーキックを僕とアキラでちょっとやってみたりとか、はい、伊沢にめっちゃ怒られましたけど、佐野さん何してんの、ほんまにええってええってって言われて俺結構へこみながらちょっとあのほんまに何してんのかな僕ら知らんかったから時間ないから離れてくれ言うてみんなこっちでちょっと待て待て、あれ時間稼ぎかって話やってたんです中で。でもあの会場が多分あの日一番湧いた瞬間でもあったよ笑いが起きた瞬間ね、本当に毎回言うけどすっごいこう日本代表にいたレジェンドとか本当のレジェンドみたいな人はいないんですけど、そういった中でも鹿児島らしいこうレジェンドマッチが行われたんじゃないかなと僕は思ってますけれど、その中でこう盛り上げ役として尽力してくれたのがあなたですよ。ありがとうございます、本当にあの無給でただただ時間を作ってもらって何の見返りも求めずにやってくれる谷口さんの尽力があってレジェンドマッチは僕は盛り上がったと思ってますね。本当にこの場を借りてありがとうございます。これからもよろしくお願いします今日もね朝から僕引きずり回して叩き起こしに行ってね、あのここに無理やり連れてきたんですけど、そんな中でも文句言わずこうやって出てくれる伊沢くんですよ。で終わった後場内視聴させてもらった時に皆さんの温かい拍手を今度は頭にちゃんと酸素がいった状態で聞くことができて、ですごい僕が感慨深かったこうシーンっていうのが、はい、伊沢のユニフォームを持ってきてこう掲げてくれてる人、ね、うん、いたり、龍平がトスにいた時のユニフォームを着てきてる人もいたし、堤っていうユニフォーム持ってる人もいたし、本当にこう今までのレジェンドたちを楽しみにしてくれてた人たちが、応援してくれてた人たちが見に来てくれて、そうですね、こうね後押ししてくれてた姿、あの姿を見たときに、あいいな、サッカースポーツっていいな、鹿児島って素晴らしいチームだなっていうのを改めてね感じることができても、まあ、今回あのまだ現役で頑張ってくれてるんですけど、内園弘隆君、鹿児島に2014年から17年まで在籍してくれたんですけど、彼が今テゲバジャール宮崎という J3 を目指してるチーム、まあ、そんな中で、うちの選手3週間前ぐらいに大腸がんが見つかって手術を行いましたという、これもちょっと聞いた時は衝撃だったんだけど、彼も本当に鹿児島のために一番ね辛い時だったよね、辛い時期からあの鹿児島全然環境もまだまだ発展途上で良くない時から、選手としてまたスタッフとして支えてくれて、そんな選手がまた現役で頑張ってる、なので僕らはレジェンドマッチこの機会みんな集まるし何かしたいよねっていうのを伊沢とも話しましたし、みんなとも話をさせていただいて、千鳥弘隆応援募金ということで場外で募金箱の設置をさせてもらったのと、あとは全員で集まってあの弘隆に応援メッセージを取らせていただきましたので、ちょっとそちらをご覧いただければと思います。どうぞ。は
はい、今レジェンドマッチ終わりまして、みんな終わって今ここに集まってもらって何をするかって言ったらやっぱり広高に、一緒に戦った仲間としてみんなでメッセージを送ろうということになりましたので、僕は代表して喋らせていただいてますけど、みんなからこれからね、大腸がんの手術終わって、これからリハビリとか、検査とかある中で苦しい時間続くと思いますけど、みんなで、戦った仲間を支えていこうと思ってるんで、一緒に戦ってまた広高にはピッチに戻ってもらって元気としてバリバリ走ってもらおうと思ってます。そうですよね。はい、はい、じゃあ広高にメッセージをみんなで、せーの、広高頑張れ。はい、基本僕しか喋ってなかったですけど、みんなのいろんな話を聞いた上であの言葉を僕は発信させてもらったので、みんなの言葉と思ってもらえればと思います。で、広高はまだまだね、あのピッチの上で現役の選手として、でまた J リーガーとしてピッチに立って僕は頑張ってもらいたいなってみんなも言ってたんで、あのぜひそのみんなの思いを胸に広高にはこれからも頑張っていってもらえればなというふうに思ってますので、あの場でも結構みんなで話してたじゃないですか、広高君について。うん、ひろたかくんってもうひたすらコツコツ努力できる人間じゃないですか。だからやっぱりこうひろたかくんやったら大丈夫やろう、みんなそういう同じ気持ちで応援みんなしてるんで、ひろたかくんが一番大変と思いますけど頑張ってほしい。頑張れひろたか、みんな応援してるからな。はい、はい、ということでレジェンドマッチを伊沢くんと一緒にね振り返ってまいりましたけれども、鹿児島らしさっていう意味でも毎年続けていってもいいんじゃないかなって俺は思ってるんだけどね。鹿児島だからこそやっていいんじゃないかなと。5年後には第5回レジェンドマッチになった話ですね。そうそうそう逆にもレジェンドマッチで2万人とか入ってるようなサッカー専用スタジアムできて2万人とか入ってるようなね。そうですね、面白いですね。なんならもうレジェンドマッチだけで1日の試合 やるぐらいのイベントになる可能性だってありますから。でもレジェンドが40人ぐらいになったらもう午前午後の2部構成にしてもう1日でやっちゃうとか。午前人気ないけど午後人気あるみたいなね。そういうの言うなお前。後ろメンバーによってどうする俺ら午前だったら午前です絶対だよね。これからねまたね成長していくクラブですから、なんで俺はやってほしいかって言ったら、もちろんあの自分たちがこう皆さんの前でプレーしたいっていうのももちろんありますけれども、一番はやっぱりこう一番クラブの歴史を支えていってこれから見ていってくれる人ってサポーターの皆さんなんですよ。はい、だからサポーターの皆さんはどの年代の選手も知ってるわけです。だからレジェンドマッチってなった時に見に来た時に、あの選手ってこう昔から今までの選手分かるわけじゃない。その成長とかの懐かしいっていう雰囲気を皆さんに味わってほしいなっていうのもあるし、まあ、これから成長していくクラブなので日本代表選手なんていうのも生まれるわけじゃないですか。可能性ありますよね。そうなった時に下から支えてきた初期の選手と10年後ぐらいに日本代表で引退した選手がレジェンドとなって帰ってきて世代を超えた、ね、レジェンドマッチみたいなものを見れるかもしれないから、だからこれは僕はぜひ年一で継続していくことでいいよねって言われることもあると思うんで、僕はぜひやってほしいなと。はい、まあ、現役引退してからそういう雰囲気の会場で、まあ、サッカーができることも嬉しかったですし、まあ、鴨池のピッチに戻ってこれたこともやっぱ自分にとってはすごい嬉しかったですし、でそのレジェンドマッチ開催するにあたってあんだけ多くの人にスタジアムに見に来ていただいて応援してもらっていろんな人たちが喜んでくれて、僕たちもすごいやりがいがあったなっていうか、もう本当鹿児島の街でサッカーできてよかったなっていうのを再認識しました。ありがとうございます。これを聞いて俺が一番嬉しいもん。クラブの人も嬉しいと思う。在籍してくれた選手に、あ、鹿児島いいチームだったよなって言ってもらえるのが何よりも本当に、やっぱこうプロの世界なんでね、選手の入れ替わりとかもちろんある中ですけど、やっぱりこう去っていくチームって何かこう寂しい気持ちとかあると思うんですけど、ただでも相手良かったよなって引退した時とかにこう言ってもらえるようなクラブでこれからもあり続けたいなというふうに思ってますので、ということで、はい、今回は非公認応援フリーダーの谷口伊沢くんにリモートじゃなく、ね、レジェンドマッチの後、翌日めちゃくちゃ疲れてる中、15分の予定じゃなかったですか。今何分だった。40分撮ってる。結局こうなるんだって伊沢と話すと。普通の人だったら10分で終わるのに。いつもそうなんですよ。そう、今日じゃあ15分20分でパッと終わろうか、うん、そう2時間撮ってるから。そうリモートの時ね、ごめん1時間だけっすね。2時間3時間撮るからね。はい、本当にあのレジェンドマッチ開催にあたりご尽力いただいた方々本当にありがとうございました。そして現場にてサポートしてくださった皆さん、ボランティアスタッフの皆さん、そして会場に来て盛り上げてくださったサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。そしてトップチームの皆さん、大事な試合前にああやってレジェンドマッチを行わせていただくっていうねご理解も本当に感謝でした。これからまた我々はね鹿児島を盛り上げるため、ユナイテッドを盛り上げるために頑張っていこうと思うので、ぜひまたチャンネル登録とグッドボタンの
そこかよと思ったよね、今ね。ありがとうじゃねえのかよ。どう締めんのかなと思ったそこやん。そう、コメント欲しいですね。コメントめちゃくちゃ欲しい。こうしろみたいな。そう、ね、コメント欲しいですけど、なかなか最近コメントも来ないし伸びないし、いいねもグッドボタンも少ないし、何をモチベーションに頑張っていけばいいんだと思いながらですけど、本当に今の本音がポロリ出ちゃいましたけど、まあ、でもね、あの皆さんがこう喜んでくれるものをこれからも届けていこうと思うので、応援の方よろしくお願いします。はい、今日は谷口さん君とお送りさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。感謝、ありがとうございます。感謝、先に言うなって。